リスト教東方教会正教会、チェコスロバキア正教会チェコ人の地及びスロバキア正教会は、チェコ共和国及びスロバキア共和国を干渉する正教会の教会組織であり、2006年5月2日より、プラハフ主教のクリシュトフがその長を務めている。正教会では一般に信仰を同じくする教会組織を国や地域ごとに設立し、 相互に承認するる形をとっているチェコスロバキア正教会は、コンスタンディヌーポリ全地総主協調や、ロシア正教会をはじめ、各地の正教会と互いに承認し合っており、信仰を同じくしている。従って、本教会に属する信徒の持つ信仰は、他の国や地域の正教会組織のそれと同一である。チェコ及び、スロバキアにおける、正教会の歴史は、 中世にも現代にも存在している。現代のチェコスロバキア正教会の干渉地域にはモラビア地方が含まれるが、モラビアは聖キュリロスと聖メトディオスの兄弟によってスラブ人への正教会の布教が進められた地であった。兄弟によるスラブ人への布教活動のために聖書がスラブ語に翻訳され、スラブ語を書き表すための文字も作り出された。 メトリオスが885年に死去すると、ローマ教皇ステファヌスゴセイは、兄弟の弟子たちの活動を禁じて、チェコから追放し、その活動は打ち砕かれた。一方、地理的に、キエフルーシに近いスロバキアでは、その後も、正教会の布教は続けられたが、ウィーン会議によって、ローマカトリック教会へと合同させられた。オフリドのクリメントも、 参照第一次世界大戦の終戦によって、チェコスロバキアが独立すると、正教会に対する法的な規制から解放され、多数の人々がカトリック教会を去った。大戦前から一部で進んでいたセルビア正教会との協力関係により、彼らはセルビア正教会に傾倒していた。その中に、かつてカトリック教会の司祭で、正教への関心を深めていたマティアス・パブリックがいた。 1921年9月25日、ユーゴスラビア王国の首都ベオグラードにある聖ミハイル。大聖堂にて、セルビア聖教会のベオグラード総主教、ディミトリは、マティアス・パブリクをモラビア及び、シレジアの主教に任命した。彼は、中世のモラビア主教、聖メトディオスの後継者として、その弟子の一人の名前を取って、ゴラズの名が与えられた。詳細は、 ゴラズを参照をこの時代に新しく誕生した国家、チェコスロバキアを代表する正教会組織として、ゴラズは、ボヘミア、モラビア及びスロバキアを干渉範囲とする教会の組織づくりを進めた。ボヘミアでは、11の聖堂と2つの礼拝堂が建てられた。また、チェコ語に翻訳された聖教の典礼書を発行した。スロバキアや、当時は、 チェコスロバキア領であったザカルパッチャでも、教会づくりを進め、ローマに平凡される、以前の聖教の伝統を蘇らせようと努めた。この戦艦期の時代に、ゴラズが築いた、小さな教会は、後の第二次世界大戦の時代に、チェコスロバキアの民族との強い結びつきを示すことになる。アドルフ・ヒトラーに率いられて、ナチズムがヨーロッパ全土を席巻し、 各地で過酷な統治体制が敷かれた。ドイツ占領下のチェコの総督となったラインハルト・ハイドリヒは1942年5月27日にプラハの聖地リルメトジェイ聖教大聖堂の近くで攻撃を受け暗殺された。これを実行したチェコ人の愛国者は大聖堂の地下聖堂に一時的に隠れていた。聖教徒たちは彼をかくまい、ごらずにそのことを知らせた。 しかしやがてナチスは暗殺の実行者の居所を突き止めて大聖堂を襲撃し彼らを殺害した。聖教の信徒や司祭たち、ゴラズは逮捕され、1942年9月4日に重殺刑に処せられた聖ツリルメトデー聖教大聖堂及びエンスラポイド作戦も参照さらに報復としてナチスはボヘミア及びモラビアでの教会の活動を禁じた。 聖堂や礼拝堂は閉鎖され、教会に関係する、チェコ人たちには、処分が下された。リディテなどでは、村が完全に破壊され、住民はその場で殺害されるか、強制収容所に送られ、ほぼすべてが死亡に追いやられた。聖教会は迫害の対象となり、全部で256人の信徒や新品が処刑され、教会の活動は、完全に費えた。第二次世界大戦が終わると、 チェコスロバキアの聖教会は、その愛された主教を失った、状況下で、復興の道を歩む。1961年5月4日には、セルビア聖教会によって、ゴラズは殉教者と認められ、新知名者として劣勢された。1987年8月24日、モラビア・オロモーツの聖ゴラズ大聖堂にて、チェコスロバキア聖教会によって劣勢された。 1951年12月9日、モスクワ総主教は、チェコスロバキア正教会に独立正教会の地位を与えたが、コンスタンディヌーポリ全地総主教長は、チェコスロバキアの教会が自教会の下で、自治教会の地位にあるものとして、モスクワ総主教長による地位の付与を承認しなかった。1998年8月27日、全地総主教長は、 チェコスロバキア正教会に独立教会の地位を与える、トモスを発し、その独立を認めた。チェコとスロバキアが1993年に連邦制を解消し、それぞれ独立した共和国となって、以降は、それぞれの国ごとに異なる法人となり、チェコでは、チェコ人の地の正教会、スロバキアでは、スロバキアの正教会となっている。しかし、教会法上は、 チェコ人の地及び、スロバキアの正教会として、単一の教会である。教会には二つの本拠地と四つの教区がある。チェコ共和国の不死教座は、プラハに、スロバキアの不死教座は、プレショフにあり、プラハの不死教座の下には、プラハとオロモーツブルの、プレショフの不死教座の下には、プレショフとミハロフツェの教区がある。プラハ及び全チェコスロバキアの不死教度露帝の英民語、 プレショフ大主教のニコライが次の不主教に選出されたことにより、教会を滑る中心は、プラハからプレショフに移された。ニコライが2006年1月30日に永民した後、5月2日にプラハ及び全チェコの大主教、クリシュトフが次の不主教に選出された。チェコ共和国には82の小教区があり、うち51は、ボヘミアに31はモラビア及びシレジアにある。 スロバキア共和国では、プレショフの教区のもとに69の小教区があり、ミハロフツェの教区のもとに21の小教区がある。プレショフ大学の聖教神学部では、両国の教会における将来の司祭が要請されている。同学部は、オロモーツに支部を持っている。サーザバの聖、プロコピオス修道院はモストに、生新女就寝修道院はビレモフにある。ありがとうございます。